戦国時代、尾張国の崖で運命が交差する織田信長、その弟信行、母子と御前、そして中心柴田勝家。彼らの間で繰り広げられるのは家族と忠誠、権力をめぐる壮絶な闘争の物語。父親の信秀の死後、信長は家督を継ぐが、信行もまた同じ権力を求めて立ち上がる。この時柴田勝家は信行の側に立ち、信長に対抗する。信行は一時信長に代わって織田家の当主を名乗る。家臣たちは分裂し、母の野田御前は子供たちの闘争に心を痛める。ついに信長と信行は異能で対決する。この戦いでは信勝の兵力が1700で信長の兵力は700だった。戦いの最中、信長は凄まじい怨霊の野生を放ち、信勝軍はその力強さに震え腰を抜かして逃げ出す。信行は敗北し、信長に忠誠を誓う柴田勝家の助けを得て信行は謀殺される。この戦いは織田家と尾張国の歴史に深い影を落とす。柴田勝家は信長の側に残り、土田御前は悲劇の母として記憶される。信長、信行、土田御前、そして柴田勝家の運命が織田家の闘争を形作る。そしてこの物語は今もなお戦国時代の激動の歴史を語り継ぐ。